皆さんこんにちは、茨城ほのぼのチャンネルです。今回は水戸市にありますクローバーダイニングさんに行ってきました。北水会記念病院の敷地内にあるクローバーダイニングさんなんですが、まあ果たして、まあ、病院食に近いのかどうかね、リーズナブルらしいんですが、それを確かめに今回ね、何を食べるかもまあ楽しみなんですが、こちらがね、まあ週替わりのメニューになります。まあ、作りも新しいんですが、意外に店内はおしゃれなシンプルなスタイルになってました。今回オーダーしたのは親子丼680円税込みです。スープバーがありまして、お味噌汁、まあ、今回は中華スープですね。この2種類がおかわり無料になっております。はい、早速ですが先ほどご紹介した親子丼680円税込みになります。丼の真ん中に生卵が乗ってるのが非常に特徴ありますね。まあ値段と比べるとですね、かなり具沢山で、鶏肉も美味しいですし、味の染みた玉ねぎももちろん美味しいですね。こちらイケメン Y さんが頼んだ油淋鶏定食です。意外にね、ボリューム不足に見えたらしいんですが、結構お腹いっぱいになったそうです。もちろん味も良かったです。今回の動画は以上になります。皆さんいかがでしたでしょうか。近くにあったらね、結構、通っちゃうかなっていうお店でした。ぜひ皆さんも行ってみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。